ロレス人生でも初めて60分戦い抜いて、それがジェイク・リーだったっていうのも何か運命的なものを感じますよね、うん、だからこそ、まあ、大田区でその決着をつけなきゃいけないと思ってるし、これがもしかしたら最後になるかもしれないし、ヘビー級王者ネクストリーム宮原健人33歳、挑戦者トータルエクリプスジェイク・リー33歳。60分ドローのあの決着もそうなんだけど、これまでの7年間の2人の物語の完全決着、そうなのかもしれませんね。1989年に生まれたこの男たちは2015年ネクストリームを結成。彼と初めて出会ってネクストリームを結成して、もうその7年っていうのは僕はブレずにやってきたし、あっちもいろんなことを試しながらその今日という日にたどり着いてるんで、本当にこのかけがえのない7年ですよね。どちらかというと彼に対してはすごい憧れの念だったり尊敬の念だったり、そちらの方がすごく強い気がする。それがネクストリームを作って隣に立って一緒に戦うようになってから、だん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 その意識が変わっていって、でチームを抜ける頃には絶対こいつを倒してやるっていう気持ちになっていって、2018年ジェイクはネクストリームを離れスイーパーを結成。そして2019年初めて三冠王者宮原に挑む。力の差を痛感したジェイクはすぐさま行動を起こし、スイーパーを解散しジンを結成。再び宮原に挑むも、その牙城は崩せなかった。これでも届かないのかっていう感覚がすごい強くて、自分を信じきれなくなった時期もあったし、2020年これまでの全てを捨ててトータルエクリプスを作ったジェイク。結局お前何やりたいんだよって周りからしてみたらね、そう思うだろうけど、けど全ては宮原健人を倒すため。俺の中では2021年史上初の三冠巴戦、悲願の三冠ベルトを手中に収めた。それでもまだ三冠王者宮原健人には勝ってないんですよ。迎えた大田区、そこでも宮原を倒すことはできず、さらに眼下底骨折により王座を返上する事態に見舞われた。欠場の間燦然と輝いていたのはまたしてもあの男。周りはいろいろ言うわけだ、宮原健人はうるさいだろ、彼を妬んだり恨んだり、けど彼は最後まで自分自身を信じて今もやってる。それは彼の強さであって、はっきり言って俺にはない強さ。それはまあやっぱり今世界で一番このベルトが似合う男ですからね。全日本プロレス俺らの時代が引っ張っていくんだと、僕は常にその気持ちを持ってるんで、ネクストリームのままブレずに、だからこそ僕は自分自身が最高だと思うし最高のチャンピオンだと思ってるんで、そう簡単には譲りませんよ。確かに彼は最高だけど、もっともっと最高になれる存在で、敗北を知ることで何かに気づけるんじゃないかな。多分それは彼がより最高になるためのすごくいいエッセンスになると思う。
自分を信じ続けた男がその道を走り続けるのか。自分を問い続けた男がその答えを導き出すのか。宮原に対しての、まあ、いろんな感情が俺にあるわけで、それを全部ここで払拭させる。全ての感情に決着をつけて、俺たちは新たなステージに進もう。もうこの2人の7年間のドラマも見てほしいし、僕らの世代、そして僕らの下の世代、そして僕らの上の世代、全ての世代が今来てると思うし、でさらに来る、さらに来てる感を世の中に伝えるためには、やはり僕が中心でこのベルトをどしっと巻いてこその全日来てるだと思うんで、絶対に防衛したいと思います。宮原ジェイクのライバルストーリー、始まりの終わり、今完全決着。宮原健人、舞台は整った、決着をつけようか。お前を倒すために俺はここまでやってきた。お前の最高を見せてみろ。粋なことしてくれんじゃねえか。お望み通り満場一致で最高なところを見せてやるよ。宮原健人 VS ジェイクリー、完全決着。さあ、世界最高の三冠王者宮原健人の入場だ。いよいよ究極の戦いが幕を開けます。あれから7年の歳月が流れました。常に前を歩いていたこの宮原健人、これからもずっと俺は前を向いて歩き続ける。全日本プロレスは今年50周年、9月には日本武道館大会が待っている。そのど真ん中に立つのはこの俺しかいないであろう。ファンよ、関係者よ、そして選手たちよ、俺は常にど真ん中だ。2015年、スイーパーを結成した翌年、初めて史上最年少で三冠王者となった。それからずっと全日本プロレスを支え続けてきた。そういった自負がある。負けるわけにはいかないし、負けるはずなんてあるはずがない。大田区のファンの方々よ、そしてテレビの前の方々よ、それを証明してみせる。50年の歴史紡いだそのリングに俺は今立とうとしてるんだ。Ladies and gentlemen from the red corner、 王者宮原健人。
2014年全日本プロレスに入団した宮原、2015年全日本に再デビューを果たしたジェイク。前を歩く宮原、その背中を常に追い続けていたジェイク、憧れ、尊敬、その男を潰してこそ価値がある。王者からの逆指名、チャレンジャージェイク・リー選手の入場です。まだお前は最高ではない。それを最高にして仕留めるのがこの俺の役割。三冠王者の宮原にはまだ勝ったことがないんです。何度か勝ったことはありますよ。でも三冠王者の宮原には勝ってないんです。今日その舞台が整いました。天、頂点は一つしかありません。全日本50周年武道館のど真ん中に立つのはこの俺しかいませんよ。だから今日はその餌食になっていただきます。威風堂々たる入場、ジェイク・リー。あなたを超えるために今このリングに馳せ参じます。三冠ヘビー級、挑戦者ジェイク・リの歴史を紡いでまいりました小橋健太さん、今回の立ち合い人であります。そのベルトを確認し握手をします。両選手と握手。それでは本日も行います。三冠のベルトをかけての戦いです。小橋健太さんを中央に、左に王者宮原健人、右に挑戦者ジェイク・リー。さあ両選手の紹介を待ちます。本日のメインイベント、三冠ヘビー級選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者、トータルキル数270ポンド、ジェイク・リー。完全決着戦、チャレンジャーのジェイク・リー。全ての世代を引っ張るチャンピオン宮原健人。舞台は整いました。
8ヶ月ぶりの両者の対決。前回の大田区では60分のドロー。両者完全決着を望んでの戦い。王者からの逆指名。大田区で始まったあの舞台はこの大田区で決着を見るのか。どういった形でどちらが勝ち名乗りを受けているのか。究極の三冠ヘビー級選手権試合、今戦いのゴングが打ち出されました。さあそれでは改めて放送するご案内してまいりましょう。解説は熱血プロレスティーチャー長野武弘さん、そしてゲストの解説小橋健太さん、お二方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実況滝野隆彦でお届けをいたします。まず長野さん、はい、宮原がいつもの宮原ではなかったですね。非常に厳しい表情でしたね。そうですね、あの今思うのはね、はい、例えば青柳優馬がね、はい、史上最年少のチャンピオンカーニバルで優勝した、はい、スワマがまたブードゥーマーダーズになって、はい、トップを目指しているといういろんなことがある中で、はい、やっぱり今の頂点を争うのはこの2人なんだなって改めて実感しましたね。あ、そうでしたか、さあそれを受けまして小橋さん、小橋さんはどんな思いで今竜王選手の前に立ちましたね。はい、どんなことを思われましたでしょうか。いやもう2人とも気合がね、はい、入ってるから、もうすごかったですよ。なるほど。その体から出てるエネルギーが、はいはい、常にジェイクはその宮原の背中を追いかけていて、うん、ようやくたどり着いたこのバー。小林さん、そうです、小林さんにとってもですね、はい、四天王という例えば川田、はい、三沢、田植えおりましたね、はい、小林さん何か思い出すそんなシーンはありませんですか。ジェイクってなかなかあの、はい、結果が出なかったんですよ。期待をされてたんですけど、はい、なかなか結果が出なくて、ようやく三冠チャンピオンになった、はい、だけど怪我で返上せざるを得なくなった、はい、うん、その、ね、不運を、ね、はい、吹き飛ばさないといけない今回の戦いで、はい、なるほどね、はい、そう思います。はい、そういった思いは小林さんにとっては誰だったんですか。あのね、僕、はい、四天王と言われてから、はい、3年間、はい、3年後に初めて田部さんに勝ったんです。はいはい、最初はそうでしたね、はいはい、3年ですよ。長かったですね。長いですよ、はい、ジェイクがなかなか結果が出ないという思いってなんとなく分かります。いや結果が出ない、もう気持ちは分かりますよ。じくじたる思いですよね。でもそれ腐ったら負けですからね。あ、はい、小林さんにとっても厳しい3年間だったんですね。そうですね、そこからがもっと厳しくなりますね。あ、そうですか。そこで終わりではなくて、そこ始まり、そこから始まりです。なるほど、はい、そうですね、小橋さんが四天王と呼ばれながらもなんか一人ちょっと下みたいな 、はい、見られ方をして、まず並んだという見せ、ね、周りに思わせなきゃいけないところから始まってましたからね、はい、そうなんです。タウを取って2度目は川田から取った。そうですね、3度目はベイダーだった。はい、二度ミサに奪われてる。そうなんです。何か面白いこの人間模様ですね。三冠戦では、はい、僕田植さんと川田さんには、はい、あの負けてないんです。あ、三冠戦では、はいはい、三沢さんに勝てなかった。うわ、はい、これは長野さん面白いですね。そうですね、あとはあの小林さんがね、三冠王者の時にもエースは三沢見つかるって言われてたんですよ。やっぱりそこをね、そうです、チャンピオンでしかもエースにならなきゃいけないっていう戦いがありますよね、はい、なるほど。それができたのが GH の時ですかね。あ、そうですね、三冠の時はできなかったですね。おー、スライディングキック。まあ、そういって小林さんの思いも乗せてるかもしれない2人は、うん、歴史を紡げばね。そうですね、うん、スライディングキックにそのあたりが出ました。ジェイク・リーであります。ここ何年間か、はい、宮原がベルトを落としてる時期もあるわけですよね、はいはい、でもみんなエースは宮原って言ってたじゃないですか。あ、そうですね、ベルトがどこに行くのがやっぱりエースは宮原だねって言われてる時代が何年間か続いてきてるわけですよ、うん、それは昔で言うとエースは三沢だねって言われた、はい、ね、あの瞬間ジェイクも、ね、ベルトを取ると同時にエースにもならなきゃいけないわけですよね、はい、そうです、ね、悔しかったですよね。悔しい気持ちがありますね。
ですから小林さんは今のジェイクの気持ちも分かるし、この下からの突き上げで宮原の気持ちも分かるわけでしょ。分かりますね。さあ勝ち切れ、激しい、激しい。すごいのは、宮原が最近よく言うのは、マスコミが注目してるのはジェイクであると、自分じゃなくてジェイクが求めてるの、すごい疎外感を感じるって言うんですよね。やっぱりいろいろ敏感に宮原も感じてるものがあるんですよね。なるほどね。小林さん、この時代っていうのは常に新しいスターを求めたがるじゃないですか。そういった思いが宮原の中あるかもしれませんね。ちょっと悔しいという思いが、いや、でも宮原は自分がエースだと、はい、あ、そういった思いは変わらず、はい、思いは必ず持ってます。なるほど、ね、はい、と思います。なるほど、はい、それがなかったらやっぱりこうはならないですよ。あ、はい、そうですか。それが先ほどの V で言ってた、はい、ジェイクが言ってた宮原の強さですよね。あ、なるほどね、前回はロケルックのフルちゃんでした。決着はつきませんでした。ジェイクは、ね、試行錯誤の人ですよね。あ、いろんなことを考えてどうしたら今自分にとってベストなのか、ね、常に自問自答している人だなっていうふうに感じますね。今年のですね、上半期は結果が出てないっていうんですよ。何をやってるか自分でもわからないっていうね、そんな表現もしてました。このままでは終われないんだという上半期、そのジェイクの思い、欠場している時もね、はい、いろんなことを、ね、試行錯誤して、はい、彼はやってましたからね、パルクール始めてね、はい、運勢ともできるようになりましたし、はい、うん、そうですね、今日だからノーサルトを見てみたいなと。あ、なるほどね、このサイズで飛べるんです。リング上のジェイク・リーであります。共にエクストリームを見せる結成いたしまして、翌年の2016年世界最強タッグ決定リーグ戦にエントリーしました。結成して7年という歳月が流れて、今両者はこういった立場で三冠ヘビーという最高峰のベルトに対する思いを込め、この大田区総合体育館のリング上で戦っている。ジェイクのこの気迫すごい。ジェイクいいですね。いいですね。おい、そっちも見たいか。ジェイクが主砲に対して、行くぞ行くぞ。小林さん、この気迫がすごいですね。ジェイクあれなんですね、こう高ぶってる時でも、はい、すごく言葉遣いが冷静なんですね。で今もですね、不安を見えているわけですよね、見たいかという、で小林さん、フロバーのディレクターに対して大丈夫かと声をかけるんですよ。これ一つの余裕ですかね。そうですね、冷静ですね。常に冷静沈着さ、周りを見てますよね。なるほど、はい、いつもそうなんです。常に、ね、見てますよね。見えてるんですよね、周りをね。なるほどね。おーっと DDT だ。皆さん、皆さん、中に戻れ、中に。うるさいっつってたろうね、戻れよ。ああ、戻れよ。関係だろ。ああ、いいだろう。おい、お客さん、拍手だ。いや、静かに燃えています。ジェイク・リー、だからジェイクの慌てるところは見てみたいですね。ああ、なるほどね、そうだ、これを出せるか宮原健太。拍手だ。ジェイクはまだ、宮原は発展途上と言いました。まだ最高じゃないんだと、最高にして仕留めたいという思いがあるかと思います。それができるのがこの俺、皆さん戻り戻り、そういった思い、今リング上座って待っています。ジェイク・リーであります。8ヶ月前の再戦、この続きをする、今回は完全決着、大田区で始まりました。大田区といえば2021年の6月の29日、
巴戦が行われた。そこでジェイクは初めて三冠のベルトを巻いたわけです。皆さん、2回目の大田区では60分フルタイムドロー、3度目は今年の3月の21日、その時にジェイクは復活を遂げたんです。そして迎えた6月の19日本日、2人による3冠戦、完全決着戦です。かつて宮原ジュプリン17年の5月、丸藤との三冠戦勝利後、ジェイク、野村、青柳、早く俺のところに来いとそう叫んでおりました。皆さん返す返す、開いてみて開いてみて。そして2019年3月、野村との三冠戦を制したその後、宮原はジェイク、野村、青柳を新時代と称しました。だが俺は宮原健人の時代であるとも言ったわけです。常に意識していたこのジェイクとの戦い。プロレスは一人じゃできないんで、やっぱりそこに強力なライバルがいなきゃいけない、はい、そういう意味では宮原は、はい、ジェイクなり青柳なり野村なりが、ね、はい、上がってくるのを待ってたはずなんですよね。だそれが嬉しくもあり、当然脅威でもあるわけですよ ね、はい、そうですよね。あ、出ますかね。さあ出るか、どう、出た、ムーンサルトセカンドロープから、これはどうだ、ハルント2。さあ聞いてみましょう、小林さん、今のムーンサルトはどうご覧になりましたか。まあ綺麗な、やっぱり、はい、円を描いてますね、はい、はい、だからこれ今度今のはつなぎ技にしましたけど、はい、うん、うん、この後トップロープからそうですね、行けるかどうか、あるかもしれませんね、決めるときはやっぱりトップからだよね、でしょうね、はい、もう今のはもう完璧に、はい、つなぎにつなぐ、うんうん、使ってましたね、はい、ただこのサイズから飛ぶんじゃな脅威ですよね。いやー、ダメージありますよ、ダメージ191センチあります、ジェイクリーであります。今度はボディシザース、彼のね、はい、強みっていうのが、はい、すごく体幹がしっかりしてるんです。ああ、なるほど。まあ、重量でもやってますし。そうですよね。はい。いろんなもの持ってるんで、はい、先日の5月29かな、後楽園でタジット一騎打ちやりました、ね。ああ、やりましたね。完璧に柔術で勝っちゃいましたね。そうでしたね。そうでした、そうでした。最後の一目の3つの動きは全部柔術の動きでしたね。そうでしたね。そういったものを持っています。このジェイクリーであります。これがベルトを取ることによって区切りとなる、何かが生まれるんだ、そう話しております。このままでは何も伝えられない、そういった危機感もありながらこのリングに上がっています。そしてその一方で宮原とのタイトルマッチは俺の中では最後と、そうも話しているジェイクリーです。細野さん、これはどういう意味ですかね。まあ、それだけの覚悟を持っているという意味だと思うんですよね。なるほど、やっぱり彼は独特の言葉の使い方をするんでね。そうですね、多分ジェイクの中では、はい、勝ってチャンピオンになって初めてそこから始まると思うんですよ。なるほど、はい、これは先ほどね、小林さんが言われたチャンピオンになって始まったという小林さんの言葉とイコールになりますね。さあ、おっと、これはいつもの動きですと、あそこでね、はい、一発入るんですが、入れはさせませんでしたね。読んでますね、いや、よく見えてますよ。見えてますね、うん、さあ、ジェイクが一つの期待、区切りをつけていくのか。33歳です。キッチンシンク、そしてもう一度共に膝蹴りを得意としています。おっと、膝をつく、今度は行きましたよ。そうですね、サイドから行きます。顔面を捉えた。いつもここでポージングがあるんですが、今回はその余裕がないようだ。いや、まだジェイクの方がまだいけますよ、はい、ああ、そうですか。まだまだ序盤戦であります。いや、宮原きついですね、今だいぶダメージ。チャンス、いけ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 。ダメージの具合はここはややそのジェイク有利なんですね、小林さん。そうですね、見えますけどね。
しかし無尽蔵なスタミナを誇っているこの宮原健人。さあ今度はセカンド上がった。おーっと蹴り倒した。場外に落とす。ここで追うのか、それともここでとどまるのか。ジェイクリー、いやしっかり。あ、膝です。膝をチェックし始めている。いやしっかり。これ長野さん、先ほどの蹴りですかね、宮原の正面からの蹴りありましたよね。どうでしょうね。ちょっと痛がってますね。さあくるくるっと回転して場外。いやしっかりしっかりしっかり相手くらい。ちょっと足を引きずってるのが気にかかる。ちょっとわかんないですけど、しっかりしっかり。大きく回り込んでいきます。思うところね、やっぱり怪我ってありますね。ありますからね。さあ今度はエプロンから行きますね。何か狙ってますよこれは。あー蹴りましょう。あー下から行く。さらにここからバックドロップの体勢。15分経過。ジャーマン狙ってますよね。あーなるほど。昔高山にこれやられた。あーそうですね、はい、そういったシーンが蘇ってまいります。さあここはどうだ。我慢をする。ジェイクは頑張る。ここで打たれてはもうないだ。後方そのまま下がっていった。これはいい攻撃だ。そうですね、危なかった危なかった。まだ行きますよ。そして今度はエプロンからの蹴り。蹴り抜いた。蹴り抜いた。前ね、この蹴りで秋山の肘骨折させましたからね。そうですね、打ち抜いたという感じです。ジェイクリーであります。蹴りも得意としているジェイクリー。ちょっとジェイクの痛み方がね。そうなんですよね、ちょっとそのあたりが気にかけるところであります。さあハヤトがそのセコンドについています。ちょっとジェイクがね、この足がね心配ですね。やはり小林さん、怪我との戦いというのはプロレスありますからね。いやもちろんです、うん、でもみんなが怪我しますからね。そうですね、その中で、はい、うん、いいコンディションに持っていく、うん、それがプロ。そうですね、うん、で最高峰のものをお客様に提供しなきゃならない、はい、これがプロなんで す、 そうです。これがプロレスラーなんで す、 そうです。さあ宮原健人が入ってくる。さあここで膝を。いやだこらてめえ。俺おっと立ち上がったぞ宮原が。ボディー、強烈なボディーです。あー顔面を襲います。今度は宮原蹴りで、そしてジャーマン投げっぱなし。お返し、お返しです。やられたらやり返す。膝、いや宮原が、ね、一段モード上がりましたね。そうですね、振り返りましたよ。はい、ギアを上げてまいりました宮原健人であります。宮原そしてジェイクの戦い、三冠ヘビー級選手権試合。多くの猛者たちがこのベルトを巡っての死闘を演じたわけであります。全日本50年の歴史。でも本当に宮原は打たれ強いですね、はい、いやもうスタミナがね無尽蔵にありますからね。さあ両者どういう形でまた対峙するんでしょうか。どっちが先に引き受けるか。どっちが先に引き受けるか。仕掛けは宮原。おしかしハイキックです。体を入れ替えました。コーナーに一旦預けます。ジェイクはやはり右の膝を気にしている。それでも打とうとしている。ブレンマスターなだれ式だ。できるのか宮原。ここで外に放り込めようといるのか。ちょっと待ってくれ。正面からのヘッドバット。おさあ今度は逆に宮原が下に入る。潜り込んだ。カーブも狙ってますね。はい、ジェイクが踏ん張る。さあパワーボム投げっぱなしていきます。さあ宮原立ち上がるぞ。
あ、宮原表情変わりましたよ。はい、鷹の目になりました宮原健人。ブロックアウト、後方から。今度は正面から行く。おおお、その蹴り足をキャッチ、そして横入って、おっと入って、これ充実の蹴りですよ。そうですね、さあスリーパー入った、バッチョク入ってますよ。同時めのスリーパー、同時めのスリーパーに入る。横からスルスルっと充実を駆使して入っていきました。こういう奥の手があるんですよね。そうですね、さあ今度は握りを変えていく。ジェイクリーでやります。同締めを併用させた、相手の動きを止めていく。ああ、宮原がご覧の表情。さあそれでもなんとか頑張っている。まだ大丈夫、まだ大丈夫です。20分経過、20分経過、経過絞り上げていきます。ジェイクリーが絞る。宮原目をつぶっている。まだ大丈夫です、まだ大丈夫です。足がロープ、まだ完全ではなかったようです。20分経過、両者の戦い。20分経過してやっぱり高校がきついんですよね。あ、そうですね、スタミナをね、非常に分、はい、いい攻撃でしたね。はい、しかし小林さん、ジェイクはね、どうしても右の膝を抑えるんですよ。なんかおかしいですね、ですね、なんか違和感が、ね、あるんでしょうね。それでもその膝で蹴っていく。さあ、枕がバーッと潰していった、潰した、潰した。ロープカットトゥー、いけいけ、ブラックアウト。またしても相手の後頭部です。さあ、大佐野さん、ここまでのですね、この戦い模様、まあ前回にも似て一進一退ですね。そうですね、やっぱり宮原スタミナありますからね。ジェイクの欠場中に三冠のチャンピオンになったのはまたしてもこの男です。その男が目の前にいるんだ。起きる起きる、現在のチャンピオン宮原健人。歯向いた歯向いた、起きる起きる、先に起きる。相手にしろ相手にしろ、悔しいでしょうね、現状になって、はい、今目の前にチャンピオンが、はい、ね、宮原っていうのは、ね、そうですね、負けてないわけですからね、はい、負けてない状態で返上せざるを得なかった、そういった悔しい思いがある。そしてベルトを巻いていく宮原の、宮原健人、常に俺が求めていた憧れの人、尊敬の人なんです。そういった思いをこの一発一発に込めてジェイクリーが戦っている。返す、返す、返す。三冠のベルトに2度挑戦した、しかしその牙城は崩せなかった。チャンピオンカーニバル優勝するためまでなかった、またそれが勝負だと思った。しかし候補者からの逆指名、このチャンスが訪れた。ならばそのチャンスを生かすしかないじゃないか、そういった思いでジェイクは剣を振るっている。ジェイクのエルボーいいですね、いいですね、ダウンです。宮原健人ダウン。最初の体感は2016年、その時には8回の防衛を数えた。その後なんと10回の防衛を数えた。通算の防衛回数は史上1位なんだ、宮原健人。あの三沢をも超えた。もう高笑いを浮かべている。最高の王者に勝ってこそ価値がある。ジェイクリーです、まあ、ここからがでも大事ですよ。そうですね、はい、ジャイアントキリング、その腕を、いや足をキャッチする。おー、フェイント、あー、入っていく。おー、右のラリアット、珍しいですね、宮原のラリアットです。迎えに入れた。おー、もう一度、かつてなかった攻撃だ。どうだ、カウントはカウントは2、ね、タイミングはいいですね。佐々木健介がね、はい、乗り移ったかというですよ ね、 ですね。ジャーマンスープレックスホールド、これはどうだ、カウントはカウントは2、
小橋さん、今のラリアットはどうご覧になりました？いいですよ。いい、うん、なかなか打ち方いいですよ。なるほど。だからもっと、はい、練習して、はい、実戦で出していけば、はい、もっと自分のものになるんじゃないですか、ね、なるほど、はい、今日はその宣伝を見せた。さあバックを取るぞ、バックを取る。さあシャットダウン。決まるが俺のものなんだ。大沢さん、問題この攻防でしょうね。そうですね。さあクラッチさせるわけにはいかない。ジェイク・リークラッチをしたい。宮原健人、さあ、さあ、あ、離す。ただね、10月の時にね、はい、確かね、はい、シャットダウンをカウント2で返したんですよ。あ、そうですね。おキッチンシンクだ、うん、激しい。さあ、バックドロップ、バックドロップ、ジェイクのバックドロップ、これはどうだ。カウント1、カウント2、かつて得意としていた。そしてまたあの王道、どうなんだって、確かこの技なかったんですよ ね、 そうですね。あと去年の6月も、はい、この技で宮原が取ってましたね。そうですね。そのあと青柳に D4C でベッド取ってるわけですからね、はい、そうでしたね、はい、バックドロップ一戦、チャンス到来。ジェイク・リー入ってみて、入ってみて。さあコーナーでは共に激を飛ばしている宮原の、そのサイドには隼人がいる。天を指さ す、 ですよ。さあ上げた、クールと回転する。相手の力を利用するカウントは D。 さあこれは相打ち、正面からブラックアウトであります。膝の打ち合いとなっている。D4C はね、はい、首固めに持ってたのは狙ってたと思うんですよね、タイミングをね。なるほどね、来た時にはこれだというね。いけ、ジェイクの外側には塚本、後ろからもう一度、今日何発出していくのか、もう一度カウント、これはどうだ。カウントバー、カウントバー、一つふざけりがポイントになるのかもしれない。両者の戦い模様。さあバックを取った、バックを取っている。シャットダウンで決めたいところであります。1ヶ月前の再戦となっている。あの時は60分、すぐもう80分戦い続けているということになる。あーロープ噛んでますよ。あーなるほど、引き戻す。さあここから行くか、行けない、ブロックする、正面から行く、ブラックアウト、何発投じたのか。ハイキック迎え撃つカウンター、それでも迎え撃つ、またしてもカウンターとなる。後ろからジャイアントゲリング、きたぞー、 D4C、 これでどうだ、抑えた抑えた抑えた、三冠王者宮原から取った。27分57秒ジェイクリの勝ち。ジェイクが取りました。ついにベルトを取る、三冠王者宮原から取った。まあ、結構ね、はい、ジェイクが宮原に勝つ時のポイントってね、あのハイキックなんですよね。あのハイキックで宮原を止めて、はい、あのフィニッシュに持っていくというのがね、今までもそうでしたけど。そうですね、このハイキックが起点になったんですね。そうですね。いやー、ついに超えました、三冠王者の宮原を下しました。何回かあります、チャンピオンカーニバルであったり王道トーナメントであったり勝ったことはあるんですが、三冠王者の宮原から取ったことはありません。そうですね、三冠戦でねこうやって取るのはね、はい、はい、三冠戦は3度目ですか、そういうことになる、宮原にはね、はい、そうですね、ともえ戦を抜けばね、はい、はい、ついにそのベルトが自分の腰に巻かれるんです。ジェイクリー選手に小橋健太さんよりチャンピオンベルトの贈呈です。
立ち会い人の小橋健太さんより怒られます。チャンピオンベルト三冠の王者となりました。その証し、言葉をかけます小橋健太さん。小橋さん自らそうですね、で、まあ、腰に巻くんですね。前回チャンピオンになった時もね、わざわざね、小橋さんに会いに行ってますからね。そうですね、はい、まあ、泣いているのかもしれない、この思い、三冠に対する思い、そして宮原健人に対する思い、全日本プロレスに対する思い、そしてプロレスに対する思い、全てをこの一戦に捧げまして、ジェイク・リーは地方を取りました。いや、今年のこの6月の大田区は全て入れ替わったという感じですね。ベルトが全部移動しましたね、今日の大会はね。さあ、小橋さんが改めて放送席に戻ってきてくれました。ちょっとヘッドセットを改めてつけてください。さあ、小橋さん、はい、今ベルトを渡しました新チャンピオン、何か言葉を交わしてらっしゃいましたね。はい、言葉を交わしてらっしゃったようです。あ、ちょっと待ってください。俺はお前に俺がいてこその最高だろって前言ったけど、それは逆もしかりなんだ。お前がいたから俺はここまで来れた。ありがとう。それしか言葉が出てこない。俺のやるべき仕事はまだある。おい、出てこいよ。このベルト狙ってるやつ見てんだろ。誰が名乗りを上げるんでしょうか。全チャンピオンは今下がっていきます。新チャンピオンがリング上。早く出てこい。誰が出てくるのか。スワマですね。ブードゥーと共に入ってきました。俺にイチャモンつけるんだろ。いつもいつもよ。聞かせてくれよ。どうしたい、あんたは。おい、ジェイク、その三冠のベルト俺に挑戦させろ。お前ができなかったヒールの道を教えてやる。聞いたか、三冠に挑戦したい。もちろんいいと思う。
靭帯切ってヘルニアになってで眼下底骨折肋骨も何度も折れて鼓膜は破れこんな仕事もうたくさんだって思ったことは何度もある。あんたらだってそうだろ。今の仕事に不満抱えてるんじゃないのか。多少はね。そうだろ。そういう時は見に来いよ。全日本プロレス。俺の生き様見て、他の選手の生き様も見て、また明日頑張ろうって、そういう気持ちになってくれ。50周年、俺が引っ張っていく。今は俺の時間だ。いやこれは小澤さん、ジェイクなりのメッセージですね。そうですね。あとはもう本当にお客さんに対するエールでもありますしね、はいはい、だから全日本を見てくれという。そうですね、はい、さあそして間近でベルトを渡した小橋さん、はい、どんな言葉をおかけになったんですか。いい試合だったぞ、はいはい、おめでとうと言いました、ね、はい。何を期待します今後のジェイクには。いやジェイクは前回あの怪我で返上、はい、ということだったので、はい、今回は本当に、はい、まあ、次の防衛戦が強まりですよね、はい、もう全てもう撃破して、はいはい、もう1回2回3回4回5回と防衛を続けてほしいですね。そうですね、はい、小山さん思い起こすと、はい、スワマは、はい、コロナ罹患で返上しましたでしょ、はい、そして友江戦、はい、本来であればチャンピオンのスワマにジェイクがチャレンジするそうなんですよね、そういうことだったんですよね、はい、これが今度逆になったんですよね。そうですね、まあ、その後1回スワマ相手に防衛してますけども、はい、またちょっとスワマが立ち位置変えてね、はい、しかも、はい、ジェイクをスカウトしたスワマですからね。そうですね、はい、またこれもなんかね、はい、歴史をたどるとまた面白いですよね。そうですね。でも本当ジェイク今素直な言葉でマイクしてましたけども、はい、その素のジェイクがリングでまた出てくるといいのかなとも思います、はい、そうですね、はい、そして小橋さん今小橋さんにありがとうございますと言いましたね、はい、ジェイクがね、はい、小橋さんと同じですね。生き様を見せろ見に来いよというのは。そうですね、まあ、その戦いがね、はい、リング、はい、リングで戦うことがその生き様を見せることが、はいはい、プロレスですから。そうですね、はい、その生き様をぜひまた皆さんお越しになってこのプロレスラーの生き様というのを見に来ていただきたいな、そんな風に思ってます。しかし小林さん、はい、2人の戦いはまだまだ永遠に続きそうですね。いやまだまだ続きますよ、はい、これからです。ですよね、これからです、はい、今我々放送席の目の前新チャンピオンが今小橋さんの前一礼をしております。小野さん、はい、宮原だってこれからでしょ。そうですね、宮原もこれからだしね、はい、これからジェイクが、はい、本当のジェイクリーを見せられるようになるんじゃないかなと思います。なるほどね、あ、さあ今後どうなっていくのかこの全日本マット、まずはジェイクリーを中心に回っていくことと思います。このベルトがその証明です。新チャンピオン誕生、大田区で新たな景色が始まりました。